元祖麻婆チャンネル、先ほど公演がですね終わりまして、ちょっと今日はゆっくりですね、都の城は本駅の前にあります、あの本陣さん、栄町というこの地区なんですけども、こちらはね一人で来てもゆったり座れるんですよ。最高のお店ですね。もうこの本陣さんでちょっといっぱい引っ掛けてね、串焼きいろんなものがありますから、料理を楽しみたいと思います。こんばんは。こんばんは。お邪魔します。忙しいですね、このシーズンは、この季節は。お世話になります。社長は、社長マサ、こんばんは、はい、お世話になります。どうも、お疲れです。いや忙しいですね。もう最高に忙しい。もう本人さんはですよね、来年の新年会とか、そういう予約とかはできるんですかね。できますよ、もちろん。どんどん電話すれば、はい、まだ間に合う。まだ間に合う。あー、よし、じゃあちょっと向こうのところカウンターにさせてもらいます。はい、お邪魔します。あー、広い店ですよ。ほら、こっち側もほら、あー、ここで、あ、こっちましょう。ここ、こちらの方、よっしゃ、ここに座らせていただきます。あー、はい、ゆっくりやな、これな。メニューを考えたんだな。これメニューがどっさいこつが、おー、炒め物、一品料理、軽食、定食、飲み物、おがっつり、おどんちありますね。あ、串焼きもありますね。数を数えれば100種類ぐらいやな、串焼きからね。おー、今日寒いから、あの、もつ鍋を食べよう。うん、もつ鍋丼食べながら、串を食べながら行きましょうかね。すいません、本人さんで、まずビールからいただきます。まあ、今年一年いろんなことがありましたけど、まあ、とにかく人生楽しくいきましょう。それでは皆さん、健康と家内安全、そしてみんなの幸せを願って乾杯。いただきます。本人さん、ありがとう。一人で飲む酒も美味しいな。さあ、本人さんに腰掛けて、いや、今あのハプニングが起こりまして、隣の宴席の方々も、ま、私のと、あのご友人といったらいいのか、あの大先輩方が宴会をしてらっしゃいまして、快くお迎えくださいました。本当にありがとうございます。感謝申し上げます。さあ、本人さんの料理をご紹介します。今到着しました。まずですね、この皿に乗っちゃったのは串焼き。ほーらー、照りがもうキランキラン光ってるでしょ。この照りが出る焼き方ってのは難しいんですよ、この串焼きも。一本ちょっといただきます。あ、ね、ど真ん中からいきましょうかね。ど真ん中、何でもど真ん中ですよ。ほらー、本人さんのネギが真ん中にこう見えちゃう。ほらー、美味しそうじゃないですかね。社長、ありがとう。いただきます。うん、すいません。うん、うまい。こうやって串を入れてください。うん、うん、うまい。で、真ん中にこうどんと構えてるのはですね、鶏のこの炭焼きですね。酒の魚にはこれこれ。じゃあ、いただきます。わあ、切り身が熱いわ。わあ、今焼きたてです。すいませんね、いただきます。うん、
は言いません。思わずしらず左手が先を握ってしまいました。にわとよく口に入れた瞬間に、頼むよ、よろしくね、末永くお願いしますよ、ね、右手もよろしくお願いします。ほいっけね、突き出し、うわたた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 たぎっちょいね、これこの味噌のこれはが、あの先ほど頼んだのもつ煮込み、こんにゃくがこうね、上でドンとこうか、おい、これもつも多いが、いろんなものはまず最初にこうもつ、おお、これコリンコリンしたとこだ、これご存知ですか、ほらこれ美味しいんですよ。中村肉屋さんの社長が教えてくれたけど、入選なんとかついたかな、うん、これコリコリして美味しいんですよ。いただきます。おっ、コリコリを通り越して、おこれこれは非常に根性ごぼうとは、おごぼうと合う、あ、おこの一味唐辛子がなんか口の中をですねひらんひらんさせる、もう辛いですけどうまい。これはですね、この赤いのはですね唐辛子で辛い、なんかそういうのが薬味が入っててピリッと、もうこの一日のだれ網の再スタートはこれですね。こんにゃくも、こんにゃくはこんにゃくあんなかん、うーんと一人で喜んです。うん、うん、おいしい。それから地元のね、宮古城といえば田んぼ畑いっぱいございます。あの盆地ですからね、宮古城盆地、ミヤコンジョン盆地でですね、あの地田で採れたこのイモンコですね、まあもう本当にあの本陣の社長が店を開ける前に皮をむしってですよ、むしってが分かるんですね、皮をですね剥いでよかんで味付けをしてくれたイモンコの味噌煮込みですよかね、これ一ついただきます。あ、この季節ね、この輝くこの芋んこ、上手ながあんたも苦労したろ、うん、俺も苦労する。いただきます。うん、怖い、なんとな、うん、まあさ、こんばんは。こんばんは。お世話になります。最下位でございます。最下位でございます。ですね、今日こちらのお店に一人で飲みに来たんですけど、はい、もう本陣さんに来られるお客さんは最高ですね。いいですかね。いいよか、お客さんが多いですね。本当に見またからわざわざ来られてありがとうですわ。もう本陣さんを支えてくれる人は、三股にいらっしゃる、山田にいらっしゃる、宮古城にいらっしゃる、ずっともう本陣さんはもう売ったってから何年になりましたですか。もう35、6年ですかね。ああ、もう山あり谷ありの山田っかやったと思いますけど、これをね、本陣さんをずっとお客さんが支えてくれて、今お客さんにあの一言だけで感謝の思いがあればあれば、いや、はい、あの、まあ、いろいろまた、向こうからでもさせてきますので、もう、向こうにかかってね、いやいや、大丈夫ですよ、本当、こんなに今、あの長く続けられたの、本当、一人に皆さんのおかげで、はい、もう、僕としては本当、もうありがとうの言葉しかありませんので、
もういつも笑ってにこやかに僕のことはありがとうございます。それで嬉しいですね。マスターはそのいきなり感謝の気持ちでいらっしゃるからみんなが集まってくるんですよね。そうやないですよ。ありがたいですよね。ありがたいことですよ。来年もそして新年会も、はい、予約を出ますれば、はい、大広間がたくさんあるんですよね。はい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 、何人ばっかりご在庫になってますか。まあそうですね、全部で100名は入りますので、その代わり40名ですかね、80名とあと、まあそうじゃ、はい、入ればですね、そうですね、はい、一つの宴会はもういろんな大きい宴会、グループの宴会も楽々入りますよね。はい、入りますので、ぜひぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、はい、皆さん方に、宮古の城市は境町にございます。本駅の前に本陣、もう30年以上ですね、ずっと皆さん方に支えられたお店をマスターがこの笑顔と気持ちでお店をねオープンしております。どうぞ宮古の城にお越しの3人は本陣をよろしくお願いいたします。マンホールチャンネル引き続きですね、いろんなチャンネルをお届けしますので、どうぞまた次の機会にもご覧ください。それでは皆さん、さよなら。